みなこんにちは、ハリポッティロッシュ倒せがい学園なんですけど、待ってペコじゃ。みんな、僕は結局こいつが1位だと思うんだよ。さすがでか。皆さん、見て見て、あ、待って、オーバーブーストになってた。あ、待って、みんな見て、オーバーブーストさ、めちゃめちゃ進んできて最近。36以上のキャラクターがね、こんなにいるようになったのよね。あ、星3のキャラクターがね、もうちょっとで、オバブ52がね、全員完了するんよね。ここら辺だけやと。いやー、楽しみー。まあ、こんなのは一旦置いといて、見てください。最近登場したキャラクターですよ。僕スティウシー以外全部持ってるんですけども、こんな感じになっております。みんなどうですか？どのキャラクターが強いと思いますか？今年に関しては A3 デバトから始まりまして、すでにもう環境がガラガラって入れ替わっております。まず最初に環境を取ったのは、まあ、白ひげですね。まあ、白ひげ環境は取ってるのかな、取ってないのかな。まあ、キッドアンドローカーもね守れたりとかして結構強いキャラクターでした。その後すぐロジャーが取りまして、さらにそれに対抗するかのようにカルガー等登場しましたが、最強キャラクターセラフィムが登場して環境を一気にかっさってったよね。そのセラピも終わらせるがためにいろんなキャラクター出ました。ジャブラブルーノ出ました。いっぱい出ました。ようやく環境1位が入れ替わったんじゃないかと言われているウタちゃん、10月1日のねキャラクターでございます。はい、という感じでですね、まあ、ここまでいろんなキャラクター出てるんですが、僕的にはまあ結局ロジャーじゃないっていうね。なんかロジャー船長未だに強いのよ。何体環境でロジャー対抗出てきた本当に。はい、こんな感じです。もうたったロジャー船長登場してからね、半年以内にこんなに出てんだよ、対抗キャラクター。いや、まあ、えげつなすぎるよね、ほんとにね。まあ、結構めちゃくちゃいろんなの出てまして、あ、ブロリーもそうか。はい、こんな感じですね。まあ、とんでもないキャラクターたちですよ。まあ、一回回復するのをね、無効化できるような性能とかね、カルガラも出てきましたし、まあ、その他のキャラクター守れますよね。まあ、核とかに関してはちょっとね、ワンパンされた時にきついかもしれないんですけれども、まあ、ただロジャー対抗になってまして、結構強いですよね。まあ、こんな感じでいっぱい対抗キャラクター出てきてるのにもかかわらず、未だにランキング上位にいるキャラクターですよ、ロジャー船長。いや、これはもう結局このキャラクターでいいんじゃねっていうね、そんぐらい強いしかっこいいキャラクターになっております。まあ、ただまあロジャー船長使うくらいだったらね、今セラフィムから旗を取れるウタちゃんの方がいいよとか、今ウタちゃんだったら今ガチャ来てるからまだゲットできるからね、これゲットした方がいいよって話にもなってますし、今後だったらルッチね、今めちゃくちゃ欲しい超無線キャラクターなのよ。僕復刻したら絶対行くよこれっていうくらい欲しいキャラクターも増えてきております。さあ皆さんどうですか、こんなに対抗キャラクター出ましたが、ロジャー船長がまあ結局強いんじゃないかっていうところをね、今回動画で見せていきたいと思います。みんなもぜひ復刻した引くようにしてみてください。まあ、結構いいキャラクターですよ。非能力者になってましてウタちゃんとは違うのでね、今後能力者キラーのキャラクター登場してもまだまだ残りそうな感じするしね、このキャラクター。まあ、ただ怖いのはね、なんか一回回復する回復無効性能とか回復不能状態とか付与するキャラクターとかね出てきちゃったらちょっときついし、まあ、ルッチみたいにチャージができなくなっちゃうとね結構きついんで、まあ、そこら辺かな気をつけたいのはね。まあ、それ次第によってはまだまだ環境で活躍できるキャラクターになってます。今回使ったイケメンダルはこちらでございます。ヘビジジチョッパー、ホルケチョッパー、ワノ国マルコでございます。まあ、このキャラクターたちはですね、旗ダッシュ速度が増加するキャラクターになってまして、体力に依存しない能力になってますんで、まあ、ずっと速いですよということで 44% の最速で、まあ、ロジャー選手めちゃくちゃいいんでね、ぜひこのセンター使ってみてください。早速ロジャー選手使ってみましょう。さあ一戦やっていきます。ロジャー選手が、まあ、どれだけ強いかっていうのがね分かってもらえるんじゃないかなと思います。打ってくるでしょ。はい、こちらいただきました。ダウンしちゃうのおかしいで、あー、嘘と吹っ飛んだけー、握って、え、どうなった、どうなってんのこのロジャー船長、生き返った、今下から生き返ったよね。はい、ナイス、これ逃げれるよ。いや、やっぱさ、結局ロジャー船長みたいなとこあるよな。だってこのエーマゾーとかクラッカーとか出てるけど、もうお構いなしで抜けるもんね、マジで。いや、強すぎるよな本当に。ここナイス、トシ、これ逃げれるよ。いやだ、あー、やった、握りたかったな。どうする、これ、あー、回復できるよ、ラッキー。ちょっと待って、通常の方が早い、通常の方が今は早い。いやー、どうなんだろうね今後で。まあ、非能力者のキャラクターが出たとしても結局ね、まあロジャー船長強いんでゲッターなんで、なんでアタッカーとか出てもあんまり関係なしでいけんじゃないかなと思うんですよね。まあ、特に次の環境ってさ、能力者系のキャラクター登場しそうな感じがするじゃん。でそうなってもね、結局非能力者のキャラクターなんで残るんじゃないかなと思いますけど、痛い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 、いや、どうかなと思うんだよね。こーくーです、ダメだった。ダメだった。シャンクスの回復のは嫌なんだけど、これ言ってるよ、やっぱ強いわ。これやられちゃうんですけどね。いや、さあまだまだあります、1分残ってますよ。
いやまあスコアもねまあまあバンバン稼げていけるし、まあ、結局セアフィムがね今いなくなってきてるんでね、まあ、まだいるか、まあ歌が登場しちゃってかなというものでセアフィムもね結構強いキャラクターだったんですけど、まあだいぶね歌の方が使っている人が多いということで、まあ、ちょっとねなんかこれが変わっていきそうな感じがしますよね。まあロジャーに関してはセアフィムが一番天敵なんで、セアフィムさえいなくなれば、これまた環境活躍するんじゃないかな。さあルフィ飛んでくるかと思いますけど、まあ、皆さんどうですか。まあやっぱ強いっすよねこのキャラクターね、ルフィが飛んでこない、死んじゃった。なるほどね。じゃあこれこっち行きますか。突っ込んでいって左行きます。正解です。ここです。ナイス。撃ってくるよね、撃ってくるよね。逃げるか。いやーまあうまい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 。ひだめ次元書ついてるからでかいです。防御無視も関係ありません。ここ、すいません。まあ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 、まあ、取らないで。あー未来の海賊王だ。ちょっと待て、これまずいよ。ここはしっかりと握っていく。ナイス。いやーマジか、これやられちゃうけど大丈夫かな。まあ引きつけてるのが強いでしょう。はい、やっぱやばいっすねこのキャラクターはね。あーどうした、強すぎる。はい、ということでロジャー船長2戦目やっていきます。上にマカドフィー行ったね。オッケーオッケーオッケー。しっかりとするのを見て貫通が強いよ。いやまあ貫通がねどれだけのキャラクターを苦しめてるかね。会社逃げてる。ナイス。からのちょっと外側に向いてこうこう、はい、いってらっしゃい。はい、逃げて。強いね。いやーやっぱ必要なものをちゃんと持ってるよね。吹っ飛ばしで回復ありで、ピラメージ減少モリモリで、でさらに貫通も回避もいいです。からの貫通しっかりと入れるよ。回避どこ見てどこ見てんの。いやだこの能力。ナイス。反撃、この反撃できるのも強いよね。いやもうさ、もう持つべきものをちゃんと待ってるよね。カーゴー、いやうまー。それ回避間に合うのか。なるほどね。もうちょっと早く押さないとダメだな。いやロジャー船長無理、お前は無理。トッペルゲンガー、外で回復されちゃう。いやーマジか。いやこれ裏に行きたくないけどな、ちょっと一角チェックしてないかな。やばい、うわー使えなかったか。でロジャー握った、ってことはこれ即打ちするよ。ラッキーなんでやったんだよそれ。お前回避さっきもうまくない。なんか握ってロジャー船長なんだよ。いけドッペル、ナイス。じゃあこれ握っちゃうよ俺。なあやっぱロジャー船長まあ黒属性なんでね、白に強いんですけど、まあ今後どうなるかよねマジで。まあ、これに関しては正直もうわからんな。まあ白属性で来ることはほぼないか、次のキャラクターに関しては。黒に強い3属性かだね、3属性か黒っていう感じかな。ってなった時にやっぱきつくなるのかな、ここからのここ。はい、眠くなってきちゃった。なんか外側かな。1、2、3。 OKOKOK。 まあね、緑属性とか黒属性で来るんじゃないかなって個人的には思ってます。倒した。なんで、待って、今のブルーの審議だよ。ダウンしなかった今。まあこれこっち行くしかないね。いやロジャー船長は取り際というか、まあ、ギリギリの試合の時はめちゃくちゃ強いですよね。見とけみんな、こっから強いよ。こうこうしっかり止まっていく。いやカボチャ割りたい。いやマジか。おいおいおい、カボチャ割った。ナイス。これ握れるけどどうする。握れる。16秒か。まあ握っちゃって多分ロジャー取ってくるよね。やばい、終わった。あー終わった。取れ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 。オーケーオーケーオーケー、取ってくれたのでかい。勝ったなこれは。はい、回避して罰ゲームあざしたい。敵虫が強すぎるわやばい、やっぱこのキャラクター。さあラストやっていきましょうか。もう強いとこ全部出た気がする本当に。もうこれ以上ないぜ。ここからのここ OKOKOK。 逃げて。カボチャ撃てるんかいあんた。待って、ちょっと待って、まずい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 。いや誰か助けて、誰か助けて。これはまずいっすね。1、2、3。どうして。いやまずいっすね、これこっち行くしかない。ウタいる、ウタいる。見えなかった、カボチャで見えなかった。オッケーナイス。貫通がやっぱ歌にも刺さるからね。やばい、握れる。ガブレー気絶状態に登ってかい。ちょっと待って、まあ、全部持ってるもん持ってるよな。気絶状態に、キーダメージ減少に、1回回復に、あと貫通でしょ。おお、敵無視か。あー全部、あーもうめちゃくちゃすごいよ。反省されすぎてるよやっぱり。
いやバケモンすぎるな。やっぱこのキャラクター登場したせいでさ、ウタちゃんのフェスゲンキャラクターで超強いキャラクター登場するわけだし、あと何カルガナみたいな最強アタッカー出るし、でセラフィムみたいなぶっ壊れディフェンダー登場するしね。でシャンクス登場したのにさ、なんかちょっとさあれだったもんね。登場したとはいえなんかちょっと弱くねみたいな、えそんな環境一位じゃなくねみたいな感じになっちゃってるしね。あれだって2年前出たら環境ぶっちぎりトップよ、マジで。はぁ、ぶっ壊れだろこいつみたいな感じになってたよ。なのにさ、もうなんかね、かぼちゃなかったらないし、やばい、これは無理か、一回吹っ飛ばせようか。まあ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 、まあ、そっちじゃなくてもいいかな。まあそうだよね、いやみたいな感じでさ、ほんとシャンクスがすぐるよな。スキル1回、あぶねえ、え嘘でしょ、うわー回避取れなかったか。まあまあまあ、こっからだよね勝負は。コード、いやまたんねんかい。ちょっと待って、どうする、これ吹っ飛ばされてもいい、無敵はつけないようにする。ウダーブルーの一点だよな、これもうさ。ちょっと諦めてこっち行くか、一回。でかすぎ、でかすぎ、ちょっと待って、いやマジ当たんないんかい。あーマジ、シャンクスは火炎撃ってくる、絶対カムさん絶対撃ってくる、これ。あー見え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 、ナイス倍返しナイス。ちょっとさ、これさ、裏から回ってさ、自陣取りに行った方がよくね、なんか、その感じするんだけど、コウコウ。はい、ナイスです、ナイスです、ブルーの倒していきましょう、皆さん。いや、気絶しなかったみたい。どうしよっかな、これ、ここ取っちゃっていいかな。旗速度速いから、これ、めちゃくちゃ速く取れるよ。6秒くらいかな、オッケー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 。ここ取ったらセービン来なく、来たーちょっと待って、これ来たら、取れ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 、オッケー、ナイス。でこれはもう任しちゃって、俺はこうしっかりとガッツリ入れていく、ガッツリ入れていく。おぎょ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 、こっち行ったか、ここ右行ったら勝ちよ、右行ったら勝ちよ。裏はもう任しちゃうから大丈夫よ、勝ち確。やっぱブロジャーぶっ壊れたわみんな強すぎない、